足音の勉強していきませんか。どうものたんです。せーの、エイペックスレジェンズといえば足音だったりとか音バグだったりとかね、音関係の問題ってとても多いじゃないですか。そんな中で戦闘時でも移動時でも絶対必要になってくるよなっていうのが足音の把握です。ただ残念ながらエイペックスレジェンズさんはキャラクターごとに足音がしっかり存在していて常に聞こえている状態ではあるんですけど、銃撃音がでかすぎて銃を撃っていると他の音がほぼ何も聞こえなくなるっていう現象が起きます。今回はそんな足音の検証をしていきたいなというふうに思います。一応この検証自体は他にも YouTube でやってる方がたくさんいると思いますので、もう見たことあるよっていう方だったりとか、うんそれ知ってるわって方もいるとは思いますが、シーズン17でわざわざ検証している人っていうのは多分いないと思いますんで、もしかしたら何かしら変更も入っているかもしれないし、おさらいのつもりで聞いてみていただければなというふうに思います。ではまずはキャラクターの足音の代表としてレイスの足音、それから聞こえない足音の代表としてホライゾンとアッシュの足音、そしてめちゃくちゃでかい足音の代表としてニューキャッスルの足音を聞き比べてみます。まずはレイスの足音がこちら。キャラクターの身長が低い分回転数が速くて歩幅が小さい足音をしています。あとたまに金属音みたいなチャリチャリする音が聞こえます。これがレイスの足音の特徴です。今度はでかい足音の代表格ニューキャッスルです。レイスに比べると歩幅が大きくて回数が少なくかつ重い足音をしています。では次に聞こえない足音の代表としてホライゾンとアッシュの足音を続けて聞いてみます。今回は聞き取りやすいように足音めちゃくちゃ大きくして収録してるんですけど、それでもやっぱり歩幅だったりとかそもそもの足音の大きさだったりとか違いがあるのが分かっていただけると思います。っていうかホライゾンの足音少なすぎんか？めちゃめちゃ歩幅広くないかこの人。では次にこの足音が銃撃中だったらどうなるかっていうのを確認していきたいと思います。こんな感じで片方のキャラクターに撃たせて片方のキャラクターは動いている、フレンドリーファイアオンにしている状態なので敵の足音として聞こえているっていう感じにしてあります。まずはアサルトライフル301を撃っている状態でホライゾンに動いてもらいます。この至近距離で相当動いてもらっているのに全然音が聞こえません。これ一応聞こえていないわけではなくてめちゃめちゃ銃撃音がでかいんでほとんど足音が聞こえない状態になってるってだけです。では次はレートが少し低めなランページで確認してみます。わかりますか？こんな感じで目の前走ってもほとんど聞こえないんです。ただよーく聞くと若干してます。では今度は同じことを足音のでかいニューキャッスルでやってみましょう。まあさっきより聞こえますよね。一応さっきより聞こえます。ほとんど聞こえないですけど一応聞こえますね。イヤホンつけてよーく聞いてたらまあ聞こえるかなぐらいのレベルです。では今度は一応普通の足音代表としてレイスの音を聞いてみます。ランページだったらレートが低いんでそれなりに聞こうと思ったら聞こえるような気がします。では今度はレートを少し上げてフラットラインで検証です。
足音の回数が多い分レイスは聞き取りやすいんじゃないかなって気がしますね。でもこれ実は戦闘中ならではの音で全く聞こえなくなるタイミングがあるんです。それがこれです。そうです、301のようにレートの高い武器でかつ敵に当たっている時ほとんど聞こえなくなります。ちょこちょこ弾が当たっているとホライゾンリフトの音すら聞こえなくなっちゃうんですね。つまりお家エムが上手で敵に弾を当て続けられる人ほど足音を認識しづらくなるんです。いやこれどういう仕様。では最後にレートが一番高い R99 で確認してみましょう。走ってもらうのは大砲さん。パッシブが発動して回転数が速くなっていても全然聞こえません。そして今回はなるべく聞こえるようにしようということで目の前とか目に見える範囲で動くことを心がけたんですが、それでもあんまり聞こえませんでした。当然のことですが戦闘中はもっといろんなところに意識を配分しないといけないのでもっと聞こえないですし、壁を挟んでいたりとか建物の外だったりとかするんでより聞こえないです。それと足音についての補足情報なんですけど、キャラクターの足音は前進している時、前方向に走っている時が一番大きくて、レレレみたいに横移動している時の方が音は聞こえません。かつキャラクターが旋回行動に入っている時、要は角を曲がっていたりとかぐるぐるその場で回っていたりすると通常よりも足音の数が減ります。画面出てますがこんな感じです。つまりこれを応用して遅くならない程度に蛇行しながら走っているともしかしたら足音の数が減らせるんじゃないかなと思いました。もちろん簡単にできそうな感じではないので今回実施するのを諦めたんですけど、戦闘中だったりとかすると例えば壁ジャンをしたりして足音消したりとかってこともできるので、自分の位置を敵に簡単に把握させないためにそういったテクニックを使ってみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。あと最後に初心者さんのために解説しておこうかなと思うんですけど、 Apex はオーディオ設定の効果音の音量をマックスにしていないとあんまり聞こえない音っていうのが出てきますので、効果音はマックスにした上でマスターボリュームの方で音の調整をすると聞き漏らすことなく音が聞こえてくるようになると思いますんで、ぜひやってみてください。まあそれでも聞こえないときは聞こえないんですけどね。プロゲーマーが音聞こえないって言ってるんだから普通に聞こえないですよ。だってプロの方たちってこのゲームで勝つため、このゲームでお金稼げるようにするために頑張ってるんで、音響機器だったりとかめちゃめちゃしっかりしてるわけですよ。機材負けはしないようにするために底上げをしっかりやっていても聞こえねえよノーディオっていうぐらいなんで、まあ Apex さんはそういう文化なんだろうといったところではありますが、とはいえやらないよりは絶対やった方がいいと思いますんで、例えば勝率を上げたいとか負けないように頑張りたいとかって思っている方はですね、ぜひ音響機器だったりとかその部分は強めていくのはいいんじゃないかなというふうに思います。機材って大事です。実際僕もイヤホン変えたりして音全然聞こえ方変わったりとかしたんで、ちゃんとしたイヤホンを使ったりとかちゃんと設定組んだりとかその辺はやった方がいいと思います。一応僕はグリムナイツという e スポーツチームに入っておりまして、そしてその e スポーツチームはですねゲーミングデバイスのクーガーさんにサポートをしていただいていますので、概要欄にクーガーさんのイヤホンのページ載せときますんで試しに見に行ってみてください。ということで最後の最後でステマっぽい感じで終わらせて終了させていただきたいと思います。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録高評価 Twitter のフォローとかもよろしくお願いします。それではまた、良き Apex ライフを。これで動画は終わりになるんですけど、まだ皆さんやれることって残ってると思いませんか？僕はね、多分残ってるんじゃないかなと思うんですよ。チャンネル登録とか高評価とかできることってほら、まだあるじゃないですか。ちょっとそれ、チャンネル登録ボタン2回押すのやめてよ。だったら3回にしてよ。いや、4回は違うじゃん。それ4回はまたちょっと違った。